こんにちは。こんにちは。はい、着きました。5時間。5時間のドライブを経て。なんと休憩1回。しかもものの5分、10分ぐらいで。確かにすごい今回。ね。すごかったね。飛ばしてきました。飛ばしてきたね。飛ばし屋だね。ここはどこですか？ここはアリゾナフェニックス。アリゾナフェニックス。今から、サンデーゴパズルス対ドジャースの、オープン戦を見に行きたいと思います。行きまーす。大谷さんはちょっと出ないみたいなんですけどね。スプリングキャンプのお土産屋さんでーす。スプリングトレーニングって書いてある。キャップもいろいろあります。結構混んでる。スタジアムはかなり小さいですね。普段のパドレスとかドジャースのスタジアムに比べると。なんと前から2番目の鬼上席でした。めっちゃ近い。おー、今ね、25度ですね。25度、いいね。すごい。暑いね。こんな感じでホットドッグとかも売ってます。ここが練習場みたいです。入り口は、ね、練習場。練習場の入り口だって。また私たちは2泊3日でスプリングキャンプに参加してるんですけど、明後日また来るので、その時はこの練習場も見てみたいと思います。野球選手からしたら最高な練習場所だわ。大谷さんの聖地巡礼をしております。天気もね、ちょうどいいね。これはね、ここでキャンプする気持ちがわかるわ。なんでサンデー語でしないんだろうって思ってたけど。あ、なんか人工川みたいのがあって、ここにいっぱいオールスターの人たちの写真が飾られています。こんな感じです。今出待ち中です。松坂大輔がいます。人いられでかいですね。残念ながら松坂さんは違うところを通ってしまったので、近づいてくれました。これから、練習場に向かいたいと思います。ちなみにスプリングキャンプに行くときはこの透明のバッグだとどんな大きさでも OK で、あとはすごいちっちゃいだったら大丈夫らしいです。ここもなんか取材日本人のメディアがいっぱいいます。ここで待ってみますか。なんかいっぱいあるから。なんかさ、みんななんでわかんの練習どこでするか。これ取材班とかが、多分取材班とかがスケジュールもらってるから。あ、取材班の人と一緒にここで見張ってみたいと思います。こんなさ、人に見やすいところでさ、練習するかな。あのバッティングセンター、あの中の室内練習場でバッティング練習してんじゃない。あ、ちなみにキャンプ場内はこんな感じになっていて、10個くらいグラウンドがあります。すごい大きいですね。で、ここから入ってすごい人がいる。ちょっと行ってみたいと思います。すごい人だかりです。なんか何を待ってるんだろう。ここから来るのを待ってんのかな。そう。おまえ。おまえ。
吉野来た、吉野部、吉野部来た。おー、山本さん、山本さん、お、大人気選手たちが来てる。私たちは大谷さんの追っかけですので、大谷さんがいるところに向かいたいと思います。やっぱファンの熱量がすごいですね、ドジャースは。あ、楽しい。すっごい人がいっぱいいます。これピッチングの練習をしたりバッティングの練習をしたりしてる。こんなに人に見られて練習することがあるんだね。大谷さんいないですけど、ピッチングのピッチャーの守備連携の練習してます。お、押しだ、うん、お、しかも近い、でけえ。ガストール、山本選手、どうも。このクラウドハウスに行くまでの通路は多分一番サインもらえるスポットかもしれないですね。まあそこにずっと練習は見れないです。みんなサインペン持って、サインしてもらうもの持ってあそこに並んでます。まあそこでピクニックをする人たちもいます。私は守備練でも見てます。大谷さん、あ、ついてた、また。オスカー、オスカー。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ドジャースの GM、 プレジデント、あの大谷さんとサインした人だね。一番ドジャースで偉い人です。サインもらいました。なんかすごいスイートな方だった ね。めちゃくちゃファンを大事にしてるいい人だね。Yes, yes, yes.
インタビューしてた人だ。そう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 、元エンジェルスの人だよ。元エンジェルスの人多分そうだ、あのドジャースファンフェスタで大谷さんにインタビューしてた人だね。しゃぶしゃぶお好み焼きとか言ってくれてた人ね。Thank you。 インタビュー日本のファンにもおなじみの細本さん、優しいよね。本さんはエンジェル時代史から大谷を取材、それ以上は言えないから。本さんと GM とでプレイヤー、まあ今いろんなバラエティ豊かなサインを、バラエティ豊かなサインをもらいました。ここで荷物検査をされます。中に入ります。本日はこの外野の芝生の席になっております。それでも近い感じるね、うん、芝生の席の人はこういうレジャーシートを持っていった方がいいかもしれませんね。私たちは持ってきておりませんが、ブルペンのすぐ隣です。サッシをもらいました。翔平さんが表紙です。スケジュールとか監督のインタビューとか、監督がね沖縄生まれだったの知らなかった。一番ここが飛んでくるとか、外野の選手の気持ちで見れますね。アイスめっちゃ混んでる、暑いから。サインボールが売ってます。履歴松井150ドル、松井経験。What? Crazy. Crazy. We sold one of his balls earlier for $2,800. Just ball? Just a ball, the signature, yeah. How did you get that this one? Contracts with him, but we're having a really hard time getting any from him this year. Yeah. Yeah, it's not. He doesn't like to sign too much. Yeah. At all. This is Otani-san's signed ball. This is $12.